皆さんこんにちは、マインクラフトカップ実行委員長の鈴木寛です。この動画を見てくださっている皆さん、本当にどうもありがとうございます。今回ですね、第3回となりますマインクラフトカップのご紹介をさせていただきたいと思います。今回のテーマはですね、 SDGs 時代のみんなの家、未来の街です。 SDGs って皆さんご存知ですかね。サステナブルデベロップメントゴールズって言うんですけども、持続可能な開発目標の時代、ちょっと難しいですね。要するにですね、これから地球が、温暖化とか、いろんな問題がありますけども、この大切な我々の大切な地球がですね、これからもどんどんずっと長く続くように、そのためにはですね、この二酸化炭素を出すのを少し控えたりですね、リサイクルを進めたり、この近いところだったらですね、自動車などを使わずに、みんな歩いたりですね、そういうことをみんなで世界中の人たちが協力してですね、この地球を守っていこうと、これが SDGs というふうに思っていただければというふうに思います。そういう時代のですね、みんなが住んでみたい家、地球にとても優しい家、あるいはですね、自然にとても優しい庭を持った家、それどんな家だろう、あるいはそんな家がですね集まった未来の街ってどんな街だろうか、これをですね、友達やあるいはお父さんお母さん、学校の先生や、街のいろんな方々とですね、意見交換をしながら話し合ってですね、そしてこのマインクラフトカップにですね、マインクラフトでそういう家だとか、街を作ってですね、ぜひ皆さん応募していただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。おそらくですね、この動画お母様やお父様もご覧いただいているというふうに思います。実は皆さんもご存知だと思いますが、去年の4月から学習指導要領が、小学校の学習指導要領が変わりました。プログラミング的思考というですね、プログラミングをするそのベースになる考え方、これをですね、小学校でもやっていこうと、大変な改革なんですけども、それが小学校で始まりました。そしてですね、高校は来年の4月からですね、情報1という科目が必修科目になります。そして共通テストではですね、なんとこの情報1が、この共通テストの試験科目に入っていく、そして必修になっていくと、このようにですね、情報教育を取り巻く環境が大いに劇的にですね変わっています。おそらく、お母様やお父様はですね、お子さんが通っておられる小学校中学校、公立も含めてですね、1人1台の情報端末がですね、今年の3月末で全ての市町村に普及をしたことは皆さんよくご存知だというふうに思います。じゃあこの普及した情報端末を使ってですね、何をやったらいいのか、まさにですね、思考力、考えること、そして判断力、いろいろなオプションの中から判断する、いろんな情報の中から判断する、そしてですね、表現をする、まさに思考判断表現力を磨くということが学習指導の中に書いてます。でその際にですね、このプログラミングというのはですね、非常に重要な要素の一つですし、そして単にプログラミングを組むだけじゃなくてですね、この表現力、この表現をしていく、自分たちで考えたことを表現していく、ここがですね、今回の学習指導のポイントになっています。もうこの動画を見ていらっしゃる保護者の皆さんはですね、よくお分かりだと思いますが、マインクラフトはですね、ゲームではありません。まさにプログラミングを含むですね、まさにこの表現ソフト、そしてプログラミング自体はまさに思考をするためのソフト、まさにですね、この楽しみながら、勉強ではなくて楽しい学習をしながら、しかし気がつくとプログラミング能力やですね、あるいは表現能力がこの身についている、そのようにですね、一番最初から設計の段階からそうしたことを構想のど真ん中に入れて作られたですね、
このソフトがですねマインクラフトだというふうにご理解をいただければなというふうに思っています。おそらくですね、夏休み、全てのご家庭でですねもうゲームやっちゃダメよとゲームやりたい、こういうようなですね、葛藤がこのそれぞれのご家庭であろうかと思いますが、ゲームはやりなさいだやめなさいじゃなくてですね、ゲームをやってやりすぎてちょっと寝坊してる、あるいはね、やりすぎてちょっと気になるなと思ってる、お父様お母様はですね、ゲームなんかやってないでマイクラをやりなさいとこういうふうにですね言っていただければですね、家庭が平和になるんじゃないかなというふうに思っております。もうすでにですね、これまで4658名の皆さんにですね、参加をしていただいて本当に素晴らしい作品が毎年、集まってきております。文部科学省やですね、経済産業省もですね、このマインクラフトカップをですね、全面的に支援をしてくれておりますのでですね、どうかこの夏休み、お子さんと一緒にですね、知恵を出して、そして話し合っていただくまでは、保護者の皆さんも OK でございますので、作るのは表現するのは、お子様たちですけれどもですね、マインクラフトカップに向けて、家族心一つに頑張っていただく、そんな思い出に残る夏休みにしていただいて、9月30日が締め切りです。9月30日ですね、本当に素晴らしい作品を応募していただくことを心からですね、待ち望んでおりますので、どうぞ皆さん頑張っていただければなというふうに思います。大変お忙しいところこの動画をご覧いただきましたことを心から御礼を申し上げて、マインクラフトカップ実行委員長鈴木寛よりのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。